私のことクソわがままな女って勝手に期待してたみたいやからな。吉野ちゃん、桐島くんの昔の彼女の話とか聞いたことないの？え？執着されてるだけなんか、ほんまに好かれてるんか、ちゃんと見極めた方がいいかもね。ねえ、一緒にやってくれない？元木の案内どうしようかって話。来航者裁くのって風紀委員の仕事なんだよ。何の冗談、あんた風紀乱しまくってるじゃない。俺法律は守らないけど基本法則は守ってるよ。正直てっきり告白でもされてるのかと思った。男友達いなそう。私が男だったら腹立つから。俺は吉野がいれば十分だよ。ああそうかも、俺吉野が初めてできた友達だからな。いや、それだとあんた初めてできた友達に結婚してくれって言ってることになるけど、対象として見られているわけではないのでは。昔の彼女がどうとか、同じ土俵にすら立っていないとなると。ああ久しぶり。ちょうど桐島くん最近見なかったねって話してたんだよね。あ、そうだ、この子会うの初めてだよね。イベントいっぱい出てるよね。この間 SNS でたまたま見かけた。私さ、君のこと昔から知ってるかも。君ヤクザの孫なんでしょ。じゃってやることやってたし。久しぶり。そうだ、待って、渡したいものあって。裏に俺の連絡先書いたから、何かあったら連絡。